B-23 ダグラス B-23 はアメリカ陸軍航空隊向けにダグラス社が開発し配備された爆撃機である。また愛称はドラゴン、ドラゴンである。ダグラス社は前作の B-18 ボールを1936年に正式採用されていたが、性能的には爆弾搭載能力などの点で今一つであったため、数年のうちに旧式化していた。 そのため当初は B-18 のエンジン強化型である XB-22 を提案したが陸軍航空隊に採用されなかった。その代わり民間向けの DC-3 の主翼とエンジンを流用して胴体を爆撃機仕様に流線型にして再設計したのが B-23 である。1939年7月23日に初飛行し、 すぐにアメリカ軍に38機が採用された。B-18 と比べ機体が大きく航続距離が延長した上にアメリカの爆撃機として初めてビブジューザが採用されるなどの改良点があったが肝心の爆弾搭載量は増加しておらず他のメーカーが新型爆撃機を開発するとたちまち旧式化した。そのためアメリカが 第二次世界大戦に参戦する頃には爆撃機としては退役し武装を撤去した上で輸送機の UC-67 に改造されたりして開発当初の目的であった爆撃機として活躍することはなかった。また戦後まで生き残った何機かは民間に払い下げられた。このうち1970年代までは現役で飛行していた39から0063。 号機は2017年に再度飛行可能となった。ありがとうございます。